ております。これね、あのデモ隊に対して発砲してるわけでしょ。この間は死者も出てしまったという、ね、なのにあれだけデモ隊が大勢出てるっていうのはすごいねと思いました。そうですね、ちょっとね、はい、後でも地図を、ね、地図をちょっとね、今この間にやろうかなと思ったんですけどね、これまあ一つはね、これ、はい、中国の進出にもね、もう当然ながら今これ大変なことになって死者が出て、拘束者がどんどん出て、それからメディアも今、はい、ね、免許を取り消されたりとかっていうことで大混乱になっているわけで、当然、まあ、結論としては、この民主化民主体制を取り戻さなければいけない、これはもう当然の話です。でもう一つはですね、これ中国の動きをね、やっぱり牽制する必要があるということなんです、中国にもう一つの海を持たせてはならないというのがね、今回の、この、まあ、記事をちょっと選んだテーマとして、まあ、考えたいなと思うんですけどもね、もともとこの中国が出てきたのっていうのは2016年にまあNLD、アウン・サン・スー・チーさん率いるこの政党がね、民主化、民主政権を樹立したのが2016年、はい、でこれ以降やっぱりこう何ていうんですかね、東南アジア諸国 ASEAN の一国としてね、発展をしてきた国なんですけれども、はい、やっぱりね、ロヒンギャの難民問題ということにやっぱりつまずきましてね、この問題やっぱり軍が掃討作戦をする、あるいはまたそのスー・チーさん自身も、このロヒンギャの難民の人たち、まあ、不法移民の問題も抱えていたということで、今まで実は民主化の騎士として、はい、世界各国が応援していた、スー・チーさんを今度は欧米諸国が、ね、批判し始めた、でロヒンギャの人たちというか、その難民の人たちがイスラム教徒であるから、イスラム諸国も、まあ、批判をし始めたという時にね、閉めたと思ったのが、これが中国ですよ。なるほど、そのでここね、中国がね、やっぱりね、すかさずね、これを見ていて、実はね、1月に王毅外相が訪問してますけども、実は去年、同じ1月にね、習近平氏がね、ミャンマー訪問してるんですよ。で習近平が行ったんですか。そうです。でね、これでね、習近平氏がね、やっぱ中国ミャンマーの経済回廊の開発と30項目のね、この経済協力、道路とかね、それから鉄道だとか電力網なんかをね、30項目の経済協力をやっぱ申し出てるんですよ。いずれにしても、その国際的に批判を浴びるその状況を見ると、すかさずこれ来たということでね、ちょっとね、経済回廊ってね、どんなものかっていうのをね、今ちょっと地図途中まで書いていたんですけども、はい、ここがね、ヤンゴン、はい、で井上画伯の地図、ちょっとね、中国はやっぱり軍事政権を支持してるわけですか。もう間違いなくそうですよね、はい、はい、なるほど。その影がちらついてることはね、その裏に中国がついてるっていうのは困るもんね、もう一つの海というのが、その気になるところで、ベンガル湾からインド洋へというルートですよね。はい、なんかね、面白い、はい、面白いものが出来上がってきますよ。井上さん、相当精密にお書きになられてますか。はい、はい、これね、経済回廊ってね、道路をね、はい、ミャンマー国内のこんな形でね、仕事してます。青いのが道路ですね。首都ヤンゴンなんですね、でネピーローなんですね、でマンダレ、第二の都市、第二の都市のマンダレ、はい、でね、中国雲南省のね、中国雲南省のこの昆明、昆明、はい、はい、中国雲南省のこの昆明にですね、つながっていくんですよね。で、このね、問題はね、チャオピューっていう港なんですよ、はい、これがね、ここからね、天然ガスと石油のパイプラインがね、これ中国と経済特区、中国の協力で経済特区に、なるほど、なってるんですよ。それがね、中近東から持ってくるガス、そうなんですよ、ね、つまり、太平洋諸
面の圧倒的アメリカ海軍を中心とする同盟国のこの太平洋正面ではやっぱりこう勝負にならないですよね。妨害が多くと、そしてあのここね、マラッカ海峡も細いところです、はい、ここも取らなくて済むんです、はいはいはい、そこ取れないです、ショートカットで、じゃあの中近東は行けます ね。こういうねことが、実際中国が何としてでも一番弱い、まあ、ボクシングで一番弱いこのお腹の部分に当たるんですけども、中国にとってはこの、ここへね、はあはあ、やっぱりね、来たわけですよ。でここへなんとかあの隙あらばこのミャンマーに、まあ付け入ろうというふうにしてたところで、このロヒンギャ問題、はい、難民問題で、ちょっと出鼻をくじかれた形のある、アウン・サン・スー・チー政権にも忍び寄るというようなこともやっぱりやっているわけですね、はい、で、まあ、もちろん今となってはこの軍事政権がものすごい強硬な手段に出てしまったために、当然これは理解はできないし、国際社会の批判というのも当然であるし、民主政権を取り戻さなければいけないんだけれども、こういうね中国のこの裏の、もうまさにね、そのミャンマーを足がかりにインド洋に出ていくというこの方向ね、これを、まあ、前回もねちょっと、この中国の、アプローチっていうものも皆さんにお伝えしたんですけれどもね、あの、なるほど、1月にですね、今年の1月11日王毅外相が来た時にね、はい、マンダレーとチャオピューの、このここをね鉄道もね、やりましょうということで覚書を結んだんですよね、はいはい、でやっぱりね早速ねロヒンギャ難民問題で苦しんでるスーチーさんにね、理解を示してるんですよ。なるほど。でもう一つがね怖いのがね、この30万回分のねワクチン、30万回分のワクチン、30万人じゃないですからね、人口は、つまりねこの、そのまあ、いわば30万回分のワクチンという形になってくると、これね、ある意味では中国に今後頼らざるを得なくなってくるんですよ。医療体制がそんなに強くないミャンマーとしては、これは明らかに、そのワクチンを、ワクチンを上げるから、あるいはワクチンを買わせるためのワクチン外交っていうのがね、まあ、これ一つ、まあ、テーマでもありますけどもね、こういったようなことになってるんです。ただね、これもやりましょうか。あの、これも触れておきますか。はい、じゃあまあまあじゃあ先、先じゃあ、あ先ちょっとこれあのどうぞどうぞ、先に、はい、話をこう、はい、あのしてしまいますね、でこの中国等と共同開発をやっているこういうその港が、あって、でこういうねその中国のその動きとプラスね、はい、もう一つ実はね、大きな問題をミャンマー抱えてるんですよ。何でしょう。ミャンマーのね人口の 70% が実はビルマ族、ミャンマーのビルマ族の方なんですけども、ご覧のようにね、タイ、ダオス、中国、インド、バングラデシュというふうに、この国境を接してます、はい、国境を接してるということは少数民族 も抱えてるんですよ、はい、主要部族だけで16部族、ここあるんですよ、この周辺に、この辺りにもね、でこの辺りにね和族っていうその部族もあるんですよ、この和族っていう部族がなんとね、はい、少数民族だけではなくて中国の雲南省やラオスの方にも暮らしている方々が多いんです、でこういったところのお人たちへですね、はい、中国が軍事支援してるんですよ。で軍事組織を持ってるんですよ、武装勢力としてね、はいはいはい、これはねびっくりするような話で、中国の国内での軍事訓練もやってるなんてことになっていて、一回そのパレードの様子を私見たことがあるんですけども、パレードの様子を見たらね、これもう本当にこれ、あ、これ中国製の装備をやってるな、中国のその中で、まあ、どっかでこう教練をやってもらえなかったらこんな動きはできないなというようなこと、これが明らかです、はい、そうしますとね、アウン・サン・スー・チーさんの政権を取った時の一つの大きな、テーマはですね、ケンさん、これね、少数民族の武装勢力との融和、和解なんです、で、軍は今度は少数民族と戦ってた、なるほど、ね、こういったところにね、非常に厄介なのがその中国が後ろ盾になってるでしょ、で、まあ、いわばね、ある時ちょこちょこっと触ってね、いたずらさせるわけですよ、でね、
これね、こういうふうにね、これね、ミャンマーの方々の情報入手しますけど、これね、こういう形でね、こんなあのニュース出てるんですけど、ね、向こうの新聞なんですけどね、これね、はい、2019年の8月19日のね、北部同盟の民族武装グループでこれテロが起こってるんですよ。で、15人が亡くなったりしてるんですよ。で、そうすると、やっぱりね、中国に協力を仰がないと、平定が難しいってことにもなるんですよ。なるほど、なるほど。これ両方そうなんですよ。で、そうするとね、中国っていうのはね、うわお気の毒に、まあ本当にってお通夜でね、お通夜とかお葬式でね、お悔やみを申し上げながら、飾ってある祭壇にあるお供え物とか香典を取っていくみたいなことやってるんですよ。これ、はあはあ、要はその中国のそういう外交にもう両天秤かけてね、で、こう要するにある時は支援をして、でふっとこう、いや分かりませんよ、分からないけども、そういう後ろ盾になって、はい、少数民族焚きつければそれはそういうふうに混乱も起きます、でも中国に任しとけってやになれば、やっぱり平定もできるし、でも少数民族の軍事武装してる部隊がいるわけですよね、はい、それを支援しているのは中国でしょ。そうですね。だから問題を作って、作ってそれで自分たちで解決しようと。だから要はね、その北朝鮮の状態と同じなんですよ、はい、北朝鮮を支援して、はい、北朝鮮に暴れさせて、はい、いや俺がまあなんとかしてよって6カ国協議ってもう今言わなくなっちゃったあれがあるじゃないですか、はいはい、あれにしたってそうじゃないですか、はい、その中国が出てきてなんとかしてやるよと、これはねたまったもんじゃないんですよ。だからね、民主ミャンマーの民主化の動きを取り戻すことも、これ取り戻すことが大事ですけれども、同時にね、中国の動きをね、これやっぱり封じ込めるっていうことも、やっぱり僕はこれ ね大事だと思うんですよ。大変ですよね、だからその意味でね、アメリカと日本っていうのがね、これまた役割分担をやったらいいんじゃないかなと思って、ミャンマーはね、前回にも皆さんにお届けしましたように、歴史的にね、すごくこれ対日感情が良くてね、かつてやっぱりその歴史的なそのつながりっていうものを持っているもんだから、日本がこのミャンマーにもっと積極的に関与してね、民主化をずっと日本支援してたんですよ、安倍政権が誕生したのが2012年の12月の26日なんですよ。でその明けて2013年の1月3日にね、麻生副総理がね早速ミャンマーへ飛んで、それで当時のねセインウィン、セインウィンさんだったかな、に、しっかりとね、その経済援助をね、多額の、経済援助をねやっぱり申し出てるんですよね、でその3ヶ月後にスー・チーさんが来日してると、なるほど、なるほど、いうようなことでね、民主政権へ その期待もされている国でもあるということ、それはやる。でアメリカもね、今度はその経済制裁ももちろん制裁大事だけれども、はい、一方でね、一方でその裏で中国にね、だってアメリカの情報網だから分かってるわけですからね、CIA とかの情報でね、お前分かってるぞと、このミャンマーのこういう後ろ盾になってるのやめろよというような、こういうね、そのアクセルとブレーキのね、その外交と、もう一つは日米の連携したその対ミャンマー政策っていうのを展開しないことにはね、いや民主化は戻ったけれども、中国、気がついたら中国の勢力が、ものすごいこう力を持っていたというような、今度ブリンケン と、国務総省長官が来るわけですから、これを話した方がいいですよね。一回ちょっと2人で会いに行って、はい、ちょっと打ち合わせですか、ね、打ち合わせちょっとそのプランはじゃあお二方に出ていただくということで、アメリカ大使館もすぐそばですから、そうですね、血のりは得てますからね、血のりは得てますから、ちょっと、ね、今度ブリンケンとさんと2人で行って、ちょっとこうやった方がいいんじゃないのと、いやそれが実は開かれたインド太平洋を守ることなんですよ、はいはいはい、この日本、インド、オーストラリア、アメリカのここ抜かれたらダメなんです、そうなんですよね、ここを絶対守らなきゃいけないということが大事なので、重要なポイントですよね、ここはねちょっとね、クアッドのね、皆さんも
意識して見ていただきたいなと思います。意識しておきましょう。複雑です、はい。この情報をまた皆さんにもお届けしたいと思いますけどね。ありがとうございます。お話しできないところなんですが、すいません、ここで一旦ですね、視聴者の皆様には DHC テレビからのお知らせです。お知らせとともに換気消毒タイムを設けさせていただきました。大変ご手数恐縮ですが、ご出演の皆様には一旦スタジオをご退出いただきまして、お知らせの後はスカイプ中継であの方がご登場、お楽しみに。お見逃しなくどうぞ。では暫時失礼します。はい、はい。